江差市町郷土資料館江差市町郷土資料館は、同市定有系文化財である旧日山西郡役所庁舎を活用した博物館施設である。日山郡西郡を管轄する軍役所として1887年に建設された建物。1992年には北海道に唯一現存する軍役所庁舎として同市定有系文化財に指定された。 1996年から1997年にかけて保存のための修理工事が行われた。指定物件は母屋と不設平屋からなっており、渡り、廊下でつながっている。母屋の正面中央には1階に玄関ポーチが2階にバルコニーが設けられている。修理工事の際、母屋の壁、天井に多様な布張りが施されていたことが判明し、 建物の修理に合わせて布張りも復元した。前身となる、江差市町障害学習センターを2007年3月、限りで閉館し、郷土資料室の機能を、当庁舎へ移転して、江差市町郷土資料館としてオープンした。江差市線部分廃止後、同線関係資料は当館に所蔵されているが、旧江差市駅前の、旧江差市駅資料展示館、地域交流館においても展示されていた。 2021年7月限りで、旧江差市駅資料展示館、地域交流館は閉館。同館の所蔵品、約40点も当館に移管され、同年8月中旬頃から展示される。北海道檜山郡江差し町自中下町112、千葉美奈子。廃止から1年、JR 江差し線の今湯の対江差し編。北海道ファンマガジン。 2015年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月27日閲覧。旧江差し選手の部、展示館、7月に閉館展示物は、町が展示へ鉄の広場2021年5月19日朝日新聞。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます旧飛山、西軍役所長者に関するカテゴリ。ありがとうございます。